まず戦場で大事なことは状況把握だ。周囲を見回してみる。では次に進むぞ。正面を見ろ。まず戦場で大事なことは状況把握。
周囲を見回してみる。では次に進むぞ。正面を見ろ。次は戦場での移動についてだ。そこに2カ所高台があるだろう。登れるようにしておけ。高低差が有効になることもある。スタミナの消費を常に考えながら行動しろ。戦闘中の息切れは確実に死につながるぞ。では少し体を動かしてみろ。終了だ。次は戦い方について説明しよう。今手にしているものは神器という荒神を攻撃できる唯一の武器。訓練用の弾だらけだ。倒してみる。お前の神器はガンフォームに変えることもできる。ガンフォームに変形し訓練用荒神を攻撃してみる。ガンフォームの攻撃は OP で消費する。残量を意識してうまく立ち回る。これまでの説明をもとに目の前の隊員を倒してみる。今日の訓練は以上。しっかりと身につけ早く戦争で活躍してみる。まず戦場で大事なことは状況把握。今なら周囲を見回してみろ。では次に進むぞ。正面を見ろ。次は戦場での移動についてだ。そこに2カ所高台があるだろう。登れるようにしておけ。高低差が有効になることもある。スタミナの消費を常に考えながら行動しろ。戦闘中の息切れは確実に死につながるぞ。では少し体を動かしてみろ。
ウォーミングアップは終了だ。次は戦い方について説明しよう。今手にしているものは神器という荒神を攻撃できる唯一の武器だ。訓練用のダミーアルゴン。ここからだ。お前の神器はガンフォームに切り替えることもできる。ガンフォームに変形し訓練用荒神を攻撃してみる。ガンフォームによる攻撃は OP を消化する。残量を意識してうまく立ち回る。これまでの説明をもとに目の前の荒神を倒してみる。今日の訓練は以上だ。しっかりと身につけて早く戦場で活躍してくれ。前回のおさらいから目の前の敵を倒せ。前回より手強い相手。油断するな。荒神の攻撃を避けるのが難しい時に装甲を展開して防ぐ。ここからだ。自分の体力に気をつけて手遅れになる前に回復することを忘れるな。実際の戦場では悠長に回復している暇はない。スタングレネードを使って荒神に隙を作れ。ではもう一度さっきの荒神と戦ってもらう。神器にもう一つ大きな特徴がある。プレデターフォーム。荒神からオラクルを奪える形態だ。それにより自身の能力を一時的に上昇させることができる。隙をついて捕食してみる。バーストして荒神を倒す。さらに荒神の屍を捕食することでコアを回収し素材を得ることができる。荒神の研究や装備の強化に必要なものだ。回収を忘れるな。素材を入手する方法はもう一種類ある。フィールドに落ちている廃材をこの訓練場にも配置してある。回収してみる。20秒ほどで訓練を終了する。これで訓練は全て終了だ。実戦に備えてしっかり復習しておくように。
今回の相手は攻撃的な荒神ではないが、注意しろ。うわぁ、本物の荒神だ。サポートします。よろしく頼む。距離を取って荒神の動きを観察し、隙だらけだ。悪くない。荒神の討伐を確認しました。すごくよかったよ。やった。最高だな。荒神の討伐を確認しました。種別は大型いると思われます。よし、迎撃するぞ。ケーキの異常はありません。いつでも問題なく始められます。よし、始めるぞ。お仕事お仕事。今なら。やっ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 。ブラッドワン、バースト時間が終了します。撃破を確認しました。
早かったですね。迎えの到着に少しかかります。よっしゃ楽勝イエーイ任務完了。服が汚れちまったよ。戻ったら時間あるな。買い物でも行くかな。暴れ足りないか。いやー